そういえばこの間青森市に移住してきた小田さんちのお子さん、青森市うまくなじめてるかな。ん？子供たちが大活躍？学校や学年を超えた友達ができる。なんだこれ。ん？何この分かりやすい UV。ちょっと見てみるか。青森市子ども会議。青森市子ども会議は青森市子どもの権利条例に基づき設置されています。市へ直接意見を表明したり、子どもの権利について広めたり、自分たちで考えた活動もしています。いろいろな青森市の魅力を伝えるために公式インスタグラムを開設、ねぶたの家わらっせ、山内縄文ベリーランドなどのさまざまな魅力スポットに撮影に行きました。奈良市の子ども会議のみんなとも交流、他の市の子たちにとって当たり前じゃない私たちの当たり前が青森市の魅力であることに気づけました。そして青森市子ども会議フォーラム2021、青森市議会の議場を会場に、実際の活動の中で青森市に対してこうしてほしいなと思ったことやどうしての疑問に小野寺市長をはじめ理事者の皆さんが答えてくれました。冬でも遊べる遊び場が欲しいという提案から、新設のアリーナに県内最大のプレールームを予定するなど、実際に子ども会議委員の声が形になった。このように自分たちで考え話し合い、青森市を盛り上げるための活動ができました。見てしまいましたね。今あなたが見たこの DVD は、私たち青森市子ども会議の令和3年度の活動紹介 VTR です。今年度は青森市の〇〇を発信とテーマに活動を行います。今後の活動を楽しみにお待ちください。青森市の子どもたちがこんな活動しているなんて知らなかったけど、これからはインスタグラムもフォローして今後の活動にも注目します。頑張ってね。